馬主で大家で占い師をやっております、荒井中でございます。今回はね、久々に横浜にですね250万円で戸建てを買いまして、そのリフォームの下見ということで来ております。で、お気づきかと思うんですけれども、口唇とですね声が合っておりません。音がうまく取れてなくて、後で、音だけアフレコで入れております。申し訳ないです。気持ち悪いんですけど、もともとが気持ち悪いおっさんですんで、そこは勘弁していただければと思います。250万円の家とはいえね、保土ヶ谷からね、チャリでなんとか来れるぐらいの立地なんで、そんなに悪い条件じゃないんですよね。ただ家自体がちょっとあれですね、シロアリがいたり、床が抜けていたりで、リフォームに結構お金がかかりそうかなという物件なんで、決して初心者にはおすすめできないというような物件でございます。そんなわけで、中見ていければと思います。見ていきましょう。というわけで、物件の中に入っていきましょう。そうですね、近くの隣のお家がね映んないようにちょっとどういう風に撮ろうかって、ちょっと工夫しながら撮ったんですけど、この隙間を抜けて入っていく感じでございます。このカメラで見るとね、なんか狭苦しいように見えるんですけど、実際は普通になんか通路みたいなやつがあってね、アプローチは簡単にできます。ちゃんと通路部分のね、土地の権利もありますので全然問題ないです。でもうリフォームの親方が入ってくれてるんで、あれですね、一応なんかもうこういう柄みたいなものが、もう外に出てるんですけど、家全体としてはなんかそんなに悪くないというか、雨漏りもないし傾きもないし、床はちょっと一点のと、あと部分的にシロアリがいて、その部分がもう完全崩壊しているので、強度に問題がなくなるようにね、シロアリがいる部分に関しては、ほぼ完全に壁から作り直しみたいな感じで、安全に住めるように対策しないといけないんで、その辺ちょっとお金がかかるかなっていう感じですね。この柄の量見ていただいたら分かると思うんですけども、床とかはねほぼ完全に張り直しになっております。で、中に入るとこんな感じでございます。もう畳とかもね、表返して新しくやしたり、あと畳の部屋をフローリングに変えたりでね、もう柄がとにかくいっぱい出ます。で、ちょっと奥の方に見える、何もない空間があると思うんですけど、これがお風呂でございます。お風呂があったんですね。よくわからないというかね、なんでドアがついてんだとか自分でも思うんですけどね。家としてはだいたい56平米ぐらいで結構広いですね。ちょっとこれまたちょっとカメラの問題でね、狭く見えちゃうんですけども、広いですよ。で、柄があるんでね、なおさら狭く見えちゃうんですけども、普通の、2K か 2DK ぐらいのスペックになりますね。で、もうフローリングに1階部分は変えてもらってみたいな感じで、こういう風に今大工のね、おじいちゃんコンビが今作業してくれているところで、こんな感じになっております。今回作業してくれている大工のおじいちゃんコンビはね、2人合わせて160歳というすごいベテランコンビで、大体どんな物件でもね直せちゃうっていうすごい人なんで、それもあってね、この物件買ったっていうのもあるんですよね。シロアリがいて家がボロボロで床も変えなきゃいけないってなってくると、普通のリフォーム屋さんだと値段が高くなっちゃうっていうのもあるんですけど、古いね在来工法の物件やってて、俺こういうの得意なんだよっていう人じゃないとね、受けてくれないんですよね、そもそもがね。なのでそんなこともあって、いつもお願いしているおじいちゃん大工さんにお願いしたらですね、今回相棒を連れてくるよということで、80歳の相棒を連れてきていただいて、で、合計160歳、で大家の俺も入れたらなんと200歳を超えてしまうという、200年超えの、築200年超えのトリオで今回工事をしております。これが風呂があった部分ですね。水が回っていて、でシロアリがやっぱいらっしゃったので、もういないんですけど、シロアリがいらっしゃったんで、ここの部分に関してはもう壁とか柱とかからもう全部入れ替えて、強度が問題ないところまで持っていきます。で、もうお風呂部分はね完全に解体しちゃって、タイルみたいなものもね、もうバラバラになっちゃってて、ほとんど残骸になってるんですけど、見ていただいて分かる通り、床の部分がボロボロで湿気が回っているので、もう使い物にならないから、ここはもう建て替えだねっていうようなレベルですね。
このお風呂の処理をねどうするか一番迷ったんですけど、まあ、この辺はあの完成編を見ていただければと思います。で、横にちっちゃな流し台みたいなやつもあると思うんですけど、まあ、キッチン部分もそうですね。キッチン部分も、まあ結構経年で行っていて、でキッチン部分の床がもう完全に抜けて地面が見えてんじゃねえのというところまで行っていたので、まあそこがちょっと、不安なところではあったんですけど、まあ、おじいちゃんタイプの力でなんとかっていう感じですね。で、まあ壁紙のクロスに関しては、まあ、もうこれも張り替えですよね。もうベローンとなってますからね。ここのキッチンに関してはもう新しいのを入れるしかないかなという感じですね。これをこのまま使い続けるというのは多分不可能だと思うんでね。で、まあ、見ていただいたら分かる通りで、この辺に収納があるんだけど床がもうダメなんで、一応板張って浮かしてありますという感じですね。うちはもうねリフォームするときはもうおじいちゃん大工にお願いしてるのもそういうなんか理由もあるんだけど、とりあえず本当に安全に住めるレベルにまで持ってきてほしいっていうのがあって、まあ、それでおじいちゃん大工にお願いしているっていうのもありますね。まあやっぱそうでないとやっぱり安心してねちょっと人様には貸せないですよね。だからまあそれもちょっとあってね、あのおじいちゃん大工にお願いしているというところがあります。まあ、俺がですね古い戸建てが好きな理由っていうのはいろいろあるんですけど、まあ、利回りが出るっていうのもあるんですけど、やっぱなんかね昭和チックなねなんか古い古民家みたいなテイストが好きなんですよね。まあ、この物件もやっぱそういうのがちょっと残っていて、まあそうですね、ちょっとこれとかご覧いただきたいんですけど、この肩ガラス分かりますかね。こういう肩ガラスがね残ってるのがねもうものすごい好きなんですよ。なんでこういうのは残してっていう感じで大工さんにオーダーして作ってもらうつもりでいます。じゃあちょっと2階の方を見てみましょうかね。階段なんですけど、これまあちょっとカメラで見るとちょっと急に見えるかもしれないんですけど、この手のですね、まあ古いボロ戸建てにしてはですね意外と急じゃない緩い階段ということでね。で階段登った上もねなんか2階部分はね壁のクロスとか床とかも結構綺麗で、なんか不思議ですよね。まあ普通はだいたいね雨漏りがあったりして物件って2階からダメになっていくんですけど、今回2階の方が綺麗なんで。で2階は両方というか2部屋あって、2部屋とも和室だったんですけど、片方はフローリングにしてもらって、もう片方は、畳のままの和室にしてもらいました。まあ、これはねいろいろ理由があるんですけど、まあ、俺自身がね畳の上でゴロゴロ寝るのが好きっていうのもあるし、でこういう家に住んでくれる人っていうのは畳を残しておいた方がいいと思うんですよ。こういう家を探している人って多分畳の上でゴロゴロするのが好きな俺と同じ人種の方だと思うので、なんか全部フローリングに変えるよりはね、もうなんか何も床に近づいてそのままゴローンと寝転べる空間がねあった方が多分ね快適なんじゃないかなと思うんですね。で、畳は当然これ表替えをします。で表替えでは効かない畳があったらそれは畳ごと交換という感じですね。でまあ、ご覧いただいての通りなんですけど綺麗なんですよね。ちょっとクリーニングしてクロス張り替えたらもう大丈夫っていう感じで、で天井を見ても屋根を見ても床を見ても雨漏りの跡が一切なくて、でそれから窓がですね普通にスルスルスルっと開くんですよ。まあ、この窓がね普通にスルスルって開くっていうのは結構大事で、建物が歪んでないってことですからね。建物が歪んでくると窓が開かなくなってくるんで、まあ、強度に問題があるにしろないにしろどちらにしろ窓が開かないんじゃ済めませんから、窓の修正をしないといけないということがあるのでね、まあ、ボロ屋を買うのがね初めてで傾きが気になるっていう人はねちょっとまず窓をガラガラと開けてみましょう。雨戸でもいいですね。それでも明らかにひっついてくっついてガッツンガッツンみたいな感じに開かないっていうのはちょっと初心者向けではないのでやめといた方がいいんじゃないのかなって個人的には思います。で大工さんたちはここ2階をね休憩所というかベースキャンプにしてやっていただいてるんですけど、多分ね作業の段取りというか流れとしてはね1階部分をきれいにしてから2階部分きれいにするのかな。まあでも本当2階部分すごいきれいなんですよね。ガラスとかサッシもなんか最近入れ替えたのがそのまま使えるし、壁も全然ね綺麗だから、多分もうこれまあさすがにうちはいきなりこの上に糊塗ってベタみたいな手抜きはしないですけど、
あの壁紙貼り替えれば多分ね本当に新築みたいな感じで住めるんじゃないかなと思います。まあ、ところどころね古い木の雰囲気があるというのはね、あのこれまたご愛嬌なんでね、まあ、完璧になんかよく真っ白に塗装してあのいかにも新築でございますみたいなかっこよさを目指すという方向もあると思うんですけど、こっちもまあそうしないという感じですね。でですね、もうちょっと見ていただきたいなと思うんですけれども、まあこの動画では窓は開けてないんですけど、手すり部分の、まあ、金属手すりがあって、でこの金属手すりもダメなのかなと思ったんですけど、意外としっかりくっついてるんで、まあこれは残そうという話を今大工さんとしているところです。でまああとここはね、まあ戸袋に普通に雨戸があって、あとはまあ洗濯物を干すようなところがあって、であれですね、あとは収納力をアップさせるためにここのところの襖というかですね、あの押し入れあるじゃないですか、押し入れをねあのクローゼットに改造しようということにしております。まあ、具体的にはね、あの押し入れにボード貼ってきれいにして、で、それから押し入れの上の段の方にねあのポールを通して、まあ、クローゼットハンガーみたいにして、で下の段は、物が置けるようにするというような感じですね。まあ、なので、まあ、古い家ってね、あの布団使う前提なんでね、あの押し入れが必要で収納力が低かったりするんですけれども、まあ、この家に関してはですね、まあ、かなりの収納力を確保しているので、まあ、2DK になるのかな、うん、まあ、2K なのかな、まあ、それちょっと後で、まあ、後で決まると思うんですけれども、もう、あれですね、かなり、3人4人ぐらいで住めるような家になるんじゃないですかね。で屋根というかですね、このちょっと天井の板がなんか傷んでるように見えるんですけども、ちょっと色変わってるだけで水漏れの跡とか雨漏りの跡ではなかったですね。まあこれがやっぱこの物件買ったまああれですよね、第一ポイントって大変なんですけど、やっぱ雨漏りがあって床にまで行ってたらちょっともうそこはあのコストがいくらかかるか分かりませんって話なんで、1階と2階の床変えて屋根までやるって言ったらもう下手したらもう物件がもう1個変えちゃうような値段になっちゃいますからね。まあなので天井というかね、できれば天井を見て雨漏りの跡がないかチェックして、でついでにまああれですよね、点検口みたいなものがあったら、まあ屋根を直接見てみて、とか屋根の裏ですね、屋根の裏を直接見てみて、で雨漏りがないかどうかをチェックしたらいいんじゃないかなと思います。でこの物件に関しては、まあ、スレートになっていて吹き替えたのかどうかわからないんですけどね、全然雨が持ってる様子はなくて屋根はかなりしっかりしてました。で傾きももう全然ないの でシロアリがねいる、まあ、いるというか、まあ、もういらっしゃったという感じなんですけど、もうお腹いっぱいになられたのか、まあ、シロアリがいらっしゃったという以外は特に瑕疵がなかったので、シロアリ台ともう玉砕している床と、あとそれからあれですね、キッチンとお風呂、これでお金がかかるんで、まあ、よくね、YouTube とか Twitter にいらっしゃる30万円40万円で戸建て買って50万円で直しましたみたいな話からは到底、まあ、及ばない利回りにはなっちゃうんですけど、まあ、それでもね横浜市内で駅からまあチャリで行けてバスだったらすぐみたいなね、まあ、ある程度まだ人が住んでくれる、まあ、賃貸の引き上げ強い町、まあ、ジモティとかを使わなくても賃貸付けができる町で、まあ、そこそこの利回りを出すことができるという、まあ、物件になるんじゃないのかなという目論見です。で、まあ、1箇所だけ光ってますけど、これはあれですね、天井に穴が開いてるとかじゃなくてたまたまでございます。で、あとこの物件ね、面白い話なんですけど、テレビのアンテナがないんですよね。でテレビのアンテナがないのはなんか台風かなんかで飛んだのかなと思ったんですけど、このエリア全体がそうらしくて、このエリア全体があんま電波が良くないらしくて、それで全部基本ケーブルテレビみたいですね。まあなのでぶっちゃけテレビとかねパソコンとかそういうのが全くないよっていう人だったら、まあ NHK の受信料とか払わずに住めるというのもあるので、なんか意外とテレビアンテナなしっていう風にですね、埋葬に書いておくとそこに興味を示される方が多いというような話を聞いたことがあります。本当かどうかは分かりません。ちなみに私はちゃんと NHK の受信料を払っております。まあこんな感じで、まあ、カメラの価格の、ね、せいで狭く見えるんですけども、1階2階合わせて56平米ありますんで、まあ、ちょっとしたね今のファミリータイプのマンションと変わらないぐらいの、ね、広さがありますんで、まあ、快適に住んでいただけるのかなと思いますね。
もう本当、また完成編でねお見せすることになると思いますけど、もうマジで新品同様というかですね、新築じゃねえのこれみたいなレベルまで直しますんで、そこはご期待いただければと思います。まあ本当なんかね、この押し入れのところとかエレベーターホールのところとか、サッシとかね、窓とかがね全然綺麗だったんでね、まあこれもまあシロアリがいるんだけど、もう買ってもいいんじゃないかなというふうに、まあ背中を後押しされたポイントですね。まあ、値段に関してはね、まあ、250万円ということで、まあ、リフォーム代が結構かかるというのも頭の中にあったんですけど、まあ、トータル600万円台中盤ぐらいで仕上がればね、まあ、登記費用とかもろもろ合わせてもね、まあ、そこそこいい利回りが出るのではないかということで、買わせていただきました。まあ、横浜なんでね、というわけで、物件なんか見てまいりました。相変わらず唇と音が合ってなくて申し訳ないです。音が取れてなかったんでね。まあ、ここから、工事がね進むたびに何回かちょこちょこ来て、それから物件の進捗具合をね見ていこうと思いますんで、まあ、今回は簡単にイントロダクションというかですね、物件の概要をご紹介して、で、まあ結構きついの買いやがったなこいつみたいな感じで、まあ、クスクス笑っていただければいいんですけど、まあ、それを、お金かけて、綺麗に直して、で昭和のロマンが残る家にするというのが、まあ、俺の楽しみだということで、ぜひ、続きもご期待ください。よろしくお願いします。